ライバーめっちゃ飛ぶ。森さんどうしよう。そうやばいっつってた。本当に230行ってるとか言ってた。すごいな飛ぶの。そう。ドライバーが急に何も当たんなかったのにこれ？うんうん。これずっとやってたの。うん、うん、飛ぶでしょ。めっちゃ飛ぶね。ライアンが。うん。へくる。へくる。うまいでしょ。良くなったね。うん、そうそう。そこを持ってじゃあ今日はちょっと構えるでしょ。そのままこう右手離してみて。離すとこう右手離したらこうなるじゃん。はい、この感覚が欲しい今日多分。ちょっと入れたい。一郎素振り。一郎。そう一郎ってネクソバッターサークルでずーっともう何十年ずーっとこうやってるの分かる。あそうこうやって素振りしないわけあんまり。うん。そうあれ岡本彩子さんからのスイングからこうあれしたんだって。そうこうやってやるの。でこれってさゴルフで言ったらさ。こう来たのがこっちのリード手、リード手って言うんだけど、リード手がずっとこういう状態でしょ。実は動作としてはこの動きとこの動きは実は一緒なわけ。左のリード側に入ってくるとこうで、こっちの右サイドの意識が入るとこうなるわけ。ツアー選手見ててもショートアイアンとか見ると結構こういう感じでやったりしてるでしょ。それに対してドライバーとかになるとこういう感じに見えるでしょ、うん、そう同じ選手でも右手と左手は結構視点が頭に対して右にあるか左にあるかだから感覚が全然変わるわけ。でも両手でやってるからみんな無意識にどっちかがちょっと強くなってるタイプがあるわけ。人によっては、うん、私は絶対右。そうそうそう感覚的にこっちのリード感とか入ってくるとこうなるでしょ。鏡ながらでやってる。何の力も入れてないのにハンドファーストとか持ってないのにこうなる、うん、そうだからジョーダン・スピースとか本来左利きの選手はこんな風になるわけ。王者の中で左の感覚がちょっと今日生まれてくると余計ドン、そうそうそう。ほら、絶対こうなるでしょ。右手使わなくなったんですよ、ね。そうでしょ。こうほっといて。そう。すげえトップとかがあった。うん、これ。そう。この素振りも多分あんまできなかったでしょ。多分。ボーンってイメージを。でも連動するでしょ。体も回るし。軽くゆっくりでいいから、ダウンで右手離す。そう。大丈夫、大丈夫。間違えた。間違えた。はい、左手離すだ。右手離すだって。そう。当たるようになる。ボン。これだけで実際ラウンドしてベストスコア出してしてるから、そう右手離してこれだけで順調に回ったんですか。そう当たるからこっちのなんでスピード上がって飛ぶしダウンとかめちゃくちゃ良くなってる。すごい、ほっとく。そう打てるでしょ、うん、そうで両手右手添えといてで右手添えてるだけで同じ感じ。左サイドでほら簡単でしょ。フィニッシュもパーンって入ってくるしからそう左入ってくる。基本的にはこういうちっちゃい動きでこれが分かってくるともっと仕事が減るから、そうそうこれトップ、これ弁方眼ね、くねくね、これ弁方眼、そうくねくねに感じるけど振り子だからこっちの方が安定してるわけ。これがこう入ってきたらそのままこう流れちゃう。こっちが止まんないでこういう風に行ってあげると当たるからポーンって。残像また見る、また戻るよ。そう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 、ここでそう、あーそう、そう振り子の感じと、そうでしょ、そうこの時ってラグがあるわけでしょ。なんでパーンともうここでからこう来てこう振ってってるじゃん。だからちょっとゴージャンやってほしい素振りがその大げさ版でこういう風な素振りしてほしいわけ。左右対称でこっからこういう動き、そうすると脇腹とかもこうやって動き出すから、そうタコみたいな、タコ素振り、タコ素振り、そうそうそうタコみたいな、そうそうそう。で、これで鏡見ながらバランスよく、そぽーん、タコみたいに、そうそうそう、そう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 。左右対称で。そう。で、これはいつもやっとけば、ラグも分かってくるし、うん、そう、実際打つときそこまでね、できなくていいから、バランスよく。そう。勝手にバーンってくるでしょ。うん、結局、今日の取り組んでるのは、こうじゃ始め来たときは、でだいぶクラブのフェースのターンとか分かって使えるなんてこうなりました。で今日のはもう超ベテランの大工みたいなもんで、もうこういう匠の技です。匠の技。さらに連続素振りにしてるときはこうちゃんはスーンスーンスーッとこう叩いてるわけでしょ。パーンパーン、ってことはこれを静止からいくとこういう、もうまさかですよね。そう、でも連続素振りの意識、そう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 、そうなってきたでしょ。一緒にダメ、ほらあでしょ。 OK、 あ